皆さん、この度は、お忙しい中、こちらナイステッペで私の、動画をご拝見いただきまして、本当にありがとうございます。この度ね、ちょっと緊急での、ご連絡を、この場をもってさせていただきたいと思います。つい先日ですけれども、YouTuber の、ヒカルさんがですね、まあ、とある、中堅芸人からお食事をされた時に、まあ、マウントを取られたということで、非常に不快な思いをされたという動画を上げていらっしゃいました。そしてそれが今、いろんなネットニュースなどにも話題になっておりまして、その中堅芸人っていうのは、誰かというね、情報が秘めております。なのでね、この場をお借りして皆さんにご報告をさせていただきます。ヒカルさんにね、いろいろマウントを取るようなで非常に気分をね害する言い方をした芸人は私ではございません。その見ている皆様にね、誤解を与えてしまうような部分が、もしかしたら、僕の方にもあったのかな、と思い、このまま誤解を与えたままの状態で、活動していくのは、私の中では困難かなと思いまして、今回をこの場をお借りして、謝罪させていただきます。申し訳ございません。ヒカルさんへの、そのね、まあ、マウントというんですかね、それを取った、まあ、芸人というのはその40歳ぐらいということで、で私が37歳なので、その条件に、ね、当てはまる可能性ってやっぱり37歳だとあるので、ってなると、あれ、ナイステッペなんじゃないのかなって思われた方いらっしゃると思います。はい。誤解を与えてしまいまして、申し訳ございません。このね、ダウンタウンさんとの、共演についてですが、まあ、残念ながらありませんし、レギュラー番組もありません。で、ヒカルさんがね、おっしゃってた、家について、面白いと思ったことはないっていう発言がありました。これは本当に非常に悔しいな。むちゃくちゃ悔しいなって思ったんです。でも会ったことないんです。会ったことはございません。ヒカルさんとは。あと、M1 で見たことがないよ、という発言もありました。それに関しては、確かに条件もぴったり当てはまるので、まあ、この部分で、あれ、ナイステッペなんじゃないのかなって思われた方も、やっぱりもちろんいると思います。はい。確かに M1 で見たことないと思います。はい。ピン芸人なんで、それに関しては条件当てはまってしまってるなと、誤解を与えてしまいまして、申し訳ございません。ね、あとは世間での好感度高い、芸人っていうことです。これに関しては、まだ世間で認知されていないっていう、お恥ずかしながら、そういう自覚はしているつもりです。知らぬ間に好感度が上がったらもちろんそれは嬉しいんですけども、そこはちょっと可能性低いかなと思いまして。はい。ということですね。私の方から皆様に、お話しできることは以上となります。まあ、以上のことから、今回のヒカルさんに対して、不快な思いをさせてしまった、その中堅芸人というのは、私、ナイステッペではございません。誤解を与えてしまった、方々の皆様、皆、メディア関係の皆様、大変申し訳ございませんでした。今後とも、温かい目で、
応援など、まあ、こちら側お願いするのは非常におこがましいことではありますが、ぜひともナイステンピョン、はい、よろしくお願いいたし申し上げます。